なんか届いたぞ。これはなんだ、東京ゲームショウの招待状が入ってる。やった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 。というわけで東京ゲームショウにやってきたよ。なんかめちゃくちゃ楽しそうな場所だね。いろんなゲームがめちゃくちゃたくさん。おお、テンション上がってくる。うれうれうれしいな、うれうれうれしいな、うれすぎてハピ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 ピ。僕がやったリトルナイトメアのコーナーだ。手首長怖すぎる。おしっこ全漏らししちゃったよ。汚いな、せめてちびるぐらいにしてくれよ。こいつは手長すぎる。手長じじい怖すぎる。逃げるんだ、ここから逃げるんだ。あとんがりっこ逃げるんだ。だけどここには太っちょじじい。いろんなゲームがあって楽しそう。一生ここに住みたいな。確かに毎日楽しそうだね。いろいろゲームがプレイできるみたい。このおじさんがゲームをプレイするみたいだよ。お豆さんしろね、名前覚えなさいよ。まずプレイするのはホットリールアンリッシュと。頑張ってやってみたいと思います。レースゲームはめちゃくちゃ苦手なんで頑張りたいと思います。もうこんなの負け確定だよ。大丈夫かな、こんなやつにゲームやらせて。やつがブーストですかね。大クラッシュで飯をまブーストしてるんですよ。ブースターとかブーストはもうどんどん溜まるんですね。溜まり始めて、どんどん抜いていきましょう。ブーストはどこでわかるんですか。ブーストは右の下の丸です。ああ、なるほど。あれが全部溜まったらブースト一丸一個使います。あ、そうなんですね。じゃあガンガン持っていけるんですね。はい、いけ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 。1位です。ありがとうございます。1位でございます。イージーモードで1位だったよ。もっと最下位になってくれよ。なんで最下位になってほしいんだよ。じゃあ続いてのステージになったら、次はノーマルクラッシュに期待だ。コースがこれなんかはみ出ちゃうところですね。これが楽しいですね。結構カーブが多いんでしょうか。背景もね、これトミカだから、ね、おもちゃだからちっちゃいからね、こう家の中感が出てていいですね、背景がね、うん、これはね、これ外で飛び出しちゃうんで気をつけた方がいいですよ。あー、カーブが多いステージかも。ショックとかがあってね、こう家の中感が出てて背景も見ながらね、ベースできるのかわいらしいですね、ちっちゃくて。これね、外出ちゃうんですよね、これ壁がないからね。こう、カーブが多いコースターって。そろそろ怒られそうなんで、また行きます。真顔になるんじゃないよ。スタートダッシュを決めたいと思います。よいしょ、遅れてるな。で、遅れてるよ。何やってんだよ。あ、結構強くカーブだな。やばいですね、やっぱり。いきなり危ないかった。やばいますね、さっきと全然。変なとこにハマっちゃってるよ。最高最高最高。全然違う、違うゲームだ。ああ、惜しい。ひっくり返ってよ。ああ、そうだ。落ちちゃってるよ。何やってんだよ。このまま地獄にも落ちたらいいのにね。もう止まってるよ。何やってんだよ。もう飯をま。ああ、見えなかった。ヒッポコ運転で最下位だよ。
気に難しい。僕もレーシングゲームやりたくなってきたな。フォートナイトでしかレーシングゲームしたことないからな。フォートナイトはレーシングゲームじゃないよ。車で移動してただけでしょ。次にやるゲームはこちら、ごく普通の鹿のゲーム。どんなゲームか楽しみだね。いいですね。ランダムでいいからなりましたね。鹿とキャラクターが出会うし、ありまして、今トラックが迫ってきて鹿を助けます。で、キャラクターをせっかく作ったんですけど、ここでお役ごめんと。せっかく頑張って作ったのに。で、これでね、長押し出しております。なんだよこの走り方。なんとなくさせていただけたら、こういうゲームになります。スパイダーマンのような形で行きまして、無事中途上の鹿になりました。顔めり込んじゃってんじゃん。なんだよこの状況。で、何をやるゲームかっていうと、はい、自殺が地下災害レベル2段階なんですけども、さっきのレッドアールのポイントを使って街を壊す。ブイー、街を壊すって。ああ僕も街壊したーい。そんなことしたら犯罪だから。はい、これを倒すと、建物を倒すと武器が付いてます。あ、武器も、はい、武器を装備すると、まあ、無駄にちょっとモーションが入って鹿の頭が付けられる。でこの状態で ZR ボタンを押していただくと銃が出ます。銃撃ってるよ、楽しすぎる。で、今日悪いことをしているので、グランドセプトオート風で警察で出てしまう。動物の世界なんで、警察は動物です。かわいいですね。ちょっと国土苦しいんですけども、ちょっとこっちなので。かわいすぎる、警察。羊だったら、スッパンパンにしてやる。スッパンパン祭りだ。鹿引きずられてるよ。いいですね、ぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃ好きだから。なんでそんなに車にひっつきたいんだよ、この鹿は。楽しんでもらっていいよ。すごい羊の量だな。こんなの倒せんのかな。トク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 。グダグダな戦い、頑張れよ豆さしろ。地味な戦いですね。分かってるなら激しく戦えよ。はい、ゲームを倒しましたので、またちょっと建物を壊して災害レベルを上げると第2、第3の戦いこういうやつまで効果は訓練のようなことが出てきましたので。でかいですね。で、犬なんですよ。で、まあ、今まで出てきたのが製造の人です。でまあ、普通にこのまま行くゲームではないので、ね、また変形合体もする。動物たちが合体してやべえことになってんな。なんだこの生き物は。ああ、こいつと戦いたいな。やりたい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 。パソコンでできるみたいだし、やってみようよ。続いてのゲームはこちら、メタルドックス。犬を操作する、かわいすぎるゲームだ。かわいいですね。すんごい激しい戦いしてるな。僕も飼ってるペットに装備つけようかな。こんな装備したら怖すぎだから。それからこそ行ってみます。おー、でかいですね。やばい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 。ジュイー、とんでもない攻撃してくるな。こんな可愛いワンちゃんに対して。あ、そうなの。
めちゃくちゃ減ってないじゃないですか。あんなにやったんに。ああめちゃくちゃ強い。やられてる。何やってんだ。笑いすぎだから人の失敗に。だけど可愛いゲームでやりたい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 。冬発売のゲームだから楽しみにしておきましょう。というわけで楽しかったゲームショー。知らないいろんなゲームが遊べて楽しかったな。毎週やってくれないかな。そんなにやるの大変でしょ。また次回行けたらいいな。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイバイバンバンピー。チャンネル登録よろしくお願いします。